ヤッホーとまるでーす。はい、っていうことでね、本日ちょっとね、とまるチャンネル初のね、とあるアニメのフィギュアのね、ご紹介をしたいなって思うんですけど、それは何のね、アニメかというと、渋谷スクランブルフィギュアさんから発売されているオーバーロードのフィギュアで、アルベド水着バージョン7分の1スケールフィギュアということでね、こちらのね、フィギュアなんですけど、めちゃめちゃね、美しいんですよ。サイズも結構大きいから、もう存在感がすごくてね、撮影しながらね、めちゃめちゃ緊張したんですけど、もう早速ねフィギュアをじっくり撮影してきたので、まずはそちらからねご覧ください。どうぞ。
イズ比較です。こんな感じ結構大きいね。うん、ということでね、ちょっとサイズ感伝わりましたかね。結構大きかったでしょ。でしかもクオリティやばくないですか。もう緊張しちゃうのもわかるでしょ、あのクオリティだとね。はい、じゃあ早速ね、アルベドのフィギュアをねじっくり見ていきたいなって思うんですけど、ちょっと見どころがね多すぎて、どこから見ていこうかにすごい迷うと思うんですけど、とりあえず顔だよね、やっぱね。うん、顔がね、はい、こんな感じで、そのもうめちゃめちゃ綺麗な顔をしておりました。で、このさ、前髪の流れ方とか含めて、もう髪の毛の流れがね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。特に注目なのはね、この腕にね、かかってる髪の流れをちょっと見てほしい。ここやばくないこれ。すっごい綺麗じゃない。で、まあ、あとはね、漆黒の翼がね、はい、こんな感じで。すごいよね。めちゃめちゃリアルだったの。で、その翼の周りにある水エフェクトがね、こんな感じで、そう、もうめちゃめちゃ綺麗じゃない。ほら、全体像がこんな感じで、神々しいって言い方で合ってんのかなそう、こんな感じですごい綺麗だった。うん、本当にもう時間止めましたみたいな感じなんですけど、なんか水着の上にね着てる服がね透明パーツになってて、お腹にかけての透け感もねめちゃめちゃ綺麗だなって思ったんですけど、もう下の方のね流れるようなドレープがねめちゃめちゃ綺麗で、本当に髪の毛の流れとか羽の繊細さとか水のエフェクトとか、もう全体を含めて本当にもうフィギュアの世界観にね思わず引き込まれちゃうぐらいにね幻想的なフィギュアでした。販売期間が2020年の11月11日の16時から2021年の2月14日の23時59分までっていうことです。ちょっとお値段がね、46,750円の税込みということで、まあ、結構高価なフィギュアではあるんですけど、もう撮影するのも緊張するぐらいのすごいクオリティ高いねフィギュアでした。で、今回ねこのアルベドと一緒にねシャルティアもね見せてもらったんですけど、ちょっとシャルティアはね次の動画でねじっくり紹介しようかなって思うんですけど、こちらのアルベドとシャルティアをね同時購入すると、2体同時購入特典ってことで、アルベドシャルティア両面抱き枕カバーっていうのがねもらえるそうです。もう両方ね買う予定の人からするとね、めちゃめちゃ嬉しい特典じゃないかなって思いました。アニメの中でさ、アルベドがねアインズ様の抱き枕を抱きかかえてたけどね、それのね、まあシャルティアとアルベドバージョンってことですよ抱き枕のカバーってさ、普通に買っても結構高いからね、うん、それが特典でつくっていうのはねめちゃめちゃいいなって思いました。はい、っていうことでね、今回はアルベドのハイクオリティなねフィギュアのご紹介でした。もうめちゃめちゃねすごいからね、ぜひ実物をね手に取って見てほしいなって思うんですけど、で、ちなみにトマルのねオーバーロードでの推しはね、次回ご紹介するシャルティアにねなったので、次回の動画もねぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。やっぱフィギュアの出来が素晴らしいとさ、アニメ見ようって思っちゃうよね、思わずね。もう3期まで一気見したけどね、早く続きが見たくて仕方ないですね。